最初はその何をやるっていうよりも選手を知るとこか、今後我々が上のステージに行くにあたって、うん、ベースのところは上げていかなきゃいけない鏡みたいな選手がいる、言葉よりもね、そういう姿見て学ぶ方がやっぱり早いね。カレーの味美味しいよ。岩田健さんのも野菜やからこれ。今回のカレーはちょっと初めてのカレーで、スパイスをたくさん使って、カレーのフレークはあまり使ってないので。なるほど。チーム作りってどういうふうにやっぱ考えられたんですか？その監督やるってなった時にどういうチームにしていくとか作っていくっていうのは、いろいろやっぱり妄想するじゃん、こういうチームにしていきたいなって、自分でこう温めたものもいっぱいあるじゃない、まあ経験がない分、ただ自分がその引き受けた時点から、実際チームが始動するまでって本当時間なくて、ワールドカップ終わって、すぐ契約をいただいて、でそこからやりますと返事してから1ヶ月もないというか、まず選手の情報が全くない、言われたのが選手は変わらないと、映像は見たけども、実際に見てみないと分かんないじゃん、最初はその何をやるっていうよりも選手を知るとこか、まあ、正直、キャンプまではどういう特徴があってどういうストロングがあって、こういう戦いするには何を持ってて、ね、どうやったらその選手の強みが発揮できるかとか、まあ、それはシステムもそうだし、まずはそういうとこの見極めからだったね。なんか自分の中で大枠としてこのなんかインテンシティが高いとか、パスつなぐとか、どうこうっていうのはあったんですか？まずそれまで代表チームでやってたので、強度のないサッカーってあんまり見てきてなかった。でその中でどんだけクオリティを出せれるかっていうところをこうずっと見てたのがあって、でもそこは今後我々が上のステージに行くにあたって、ベースのところは上げていかなきゃいけないっていうのは強く思った。実際選手を前にしてそれはまたさらに強く思って、その部分を上げないといくらその上に戦術を乗しても崩れる、落ちるというか、まずはそこの作業から入ったかな。代表選手の強度ってもちろんその J リーグどうこうじゃないですけど、さらに激しいですもんね。まあ、強度っていろいろあるじゃん、走る強度、コンタクトする強度、いろんな強度がある中で、まあ、その一つ一つがやっぱり J リーグより、今ヨーロッパでやってる選手たちっていうの方がやっぱり高いっていうのはすごい実感したかな、代表の時に。あれはもう向こうでもうそれを普通としてやってるからそうなるんですかね。じゃないかね。やれないと試合に出れないっていうことで、それがもうなんか当たり前みたいな。中にはでも、まあ、J リーグも見るし、海外に行ってその試合見たりもしたけど、全ての海外のチームがそうかっつったらそれはまた別な話で、J の中でもやっぱり強度の高くやろうとしてるクラブあったし、 J のそのクラブの方がその海外のあるクラブよりは強度高くクオリティ高くやってるクラブももちろんある。なるほど。チーム作りやっていく、しかもまあ昇格みたいなミッションがあるわけじゃないですか。結構いろいろありますよね、やることとか。これもまたやってみて本当に分かったことっていうか、代表の時って時間がない、本当に集まってきて1日2日練習してもうすぐ試合とかっていう、そういう周期じゃない、クラブだと1週間あって、まあ、やりたいことをまあ1週間の中でこうやってできるなとかっていうふうに思ってたけども、実際はそんなにやっぱ時間ない、あれもこれもこれもって思うけども、結局どっか沿わなきゃいけないところもたくさん出てくるし、今年に関しては J2プラス我々ルヴァンそうですね、かなりの連戦で確かに思ったよりトレーニングする期間が得られなかったなと、実際もやってみた感想かな。でも幸いそういう意味では、例えば11人もしくはこう15、6人だけで、この連戦って多分乗り切れなかったところで、それは僕らスタッフでも
シーズン前にもう日程で出た時にどう戦っていかなきゃいけないっていう話、まあしましたし、でその中でやっぱりさっきね14、5人で戦うんじゃなくてチームで戦う全員でね、ぐらいやっていかないと多分これ乗り切れない、決して次の試合出れなくても、また次のその次の試合に向けてね準備してほしいだとか、必ずあの次の次の次のってとにかく一つ終われば次の次のっていう感じを全員がそういう準備してほしいっていう、選手からしたらすごい難しい話でもあるとは思うんだけども、俺自身感謝してるのは選手が結構ある程度メンバー出るじゃない、まあそうですね、出た時にも変わらずねトレーニングやってくれてる、さらに素晴らしいのはその出ている選手よりも上回るパフォーマンスを例えばトレーニングで出してくれたりもする選手もいるので、でもそういう選手は必ずチャンスを与えなきゃいけないと思うし、ここでまた選手も結果残そうと思うし、でもちろん全てねいい結果っていうわけでもないし、うまくいかなかったこともあるんで、そうなったらまた次にチャレンジしてくれるというか、また次の試合メンバー外になったりすることもあると思うけども、そこでもう一回ねトライしてくれるっていう、そういうことを同級生の方もちゃんとその競争で頑張ってくれてますから遠藤ですね携帯450人試合出てますから40、今年4ですからね、今日の練習も元気でしたね、離脱してないんじゃないかな、あんまり離脱しないんですよね案外、メンバー外やろうが、スタメンだろうが、その準備の仕方っていうのは全く変わらない、その中で、まあ、俺もいけると思えば使うし、もちろんいろんな状況で、ね、使えない時もあるし、使わない時もあるし、でもそれになんか影響されて、練習やらないとか一切ない、まあそういう選手いたら、ね、若手も頑張らないといけないですもんね、まあ、なのでね、そういう意味ではおっしゃったように、若い選手もやっぱいるんで、それを見てどう思うか、若い子なんてねやっぱこう試合出てうまくいかずに外れた時にシューンと落ちてこうトレーニングで表現できないっていう選手もいるけど、にはそういうね鏡みたいな選手がいるんで、言葉よりもね、そういう姿見て学ぶ方がやっぱり早いんでねでもそれも結構その普段からのコミュニケーションとか大事ですもんね、伊達にずっとサッカーやってるわけじゃないから、いろんなものを持ってるし、ね。一番大事にしてることとかでは、一番大事にしてること、一番大事にしてることはチーム。まずは選手もチームのことを考えてほしいと思うし、チームがあってこそその選手がポテンシャルが発揮できるというか、とにかくチームっていうところは俺は大事にしている。一人で決定づける選手がいればもちろんね、取ってきてください、で一人で守れるやつがもうあじゃああなただけ守ってください、しっかりっていう現状ではないし、だったらもうチームで一人に頼る二人に頼るではなくて、チーム全員でことを出したいっていう、なので多分呼んでもらえたっていうのもあるとは思うんですけど、これからじゃあジュビロあと10試合ちょっとですね、11試合どういうふうに戦っていきますか。まあ、ずっと言い告げてるのが、とにかく目の前の試合を勝ち点3取るために準備していくっていうところに尽きるかなと、次がね最終戦とか、だから2試合3試合ぐらいで何かが決定づけるような試合となれば、またちょっと別だと思うけども、今の時点ではもう本当に次のゲームどう戦うだけに集中して やりたいなと思ってます、ちょっといろいろなお話聞かせていただいてありがとうございました。いやいや、また優勝昇格したらちょっとね、ちょっといろいろまた来て、いやもういつでもいいよ ありがとうございます。俺なんかは手段ないもんねいやいやありがたいですよ、こうやって。大丈夫ですよ。いやいやありがとうございます。 1,2,3 おばんざーいで、おばんざーいっていう、あのおばんざいやっていうあのあれなんで、いざー 1,2,3 おばんざーい。